今会場であんまり声も出せないよね。そこに結構僕的にここ公認というか、こう僕らの臨場感と息遣いとライブ感が全て伝わったら、いろんな人になんか感動を伝えるんだなっていう、そういう思いだった。僕らの所属してるチームのフルキャストフルキャストで人材派遣会社、まあ、人材派遣会社のイメージって働く人って、まあ、そこら辺を伝えたかった。会社を背負っているっていう意味でのそういうイメージを持たせたのが印象になっているんじゃないかなと思ってます。時間時止まる区間とどめさ手段コメン弾丸タイムフィーリングの音が鍵己物語主役と歌詞さらけ出すヘルニアの痺れがやばくて目の曲のところから一発目こっちの俺らの出番だ。タイムフィーリングの音が鍵己物語主役と歌詞さらけ出すヘルニアの痺れがやばくて怪我かまします。怪我しないようにこれ以上まだここで終わりじゃないんで、まあ、一つの通過点として次もう一回気合い入れて、浸らないでここからもう一度攻めるっていうのは多分リーダーの役目だと思うんで、さらに完璧に一回ライザー。何のために筋トレやってきたの？このためです。誰のためにやってたの？自分チームのためです。みんな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 結果みんな自分のためだよ。みんなのためになるよ。オールオールフォーワン。最後はもう本当お互いの息遣い感じでかましましょう。はい、54っていうのがちょっと悔しいっちゃ悔しいですね。あと1個かって。でも女子の方も言ってたようにチャレンジ、僕たちのチャレンジってものを評価してくれたっていうのは本当に、まあ、何か刺さったものがあるのかなところなんで、まあ、また来シーズンも自分のダンスを尽くしていきたいと思います。ありがとうございました。優勝できてないってことはまだ伸びしろがあるってことだと本当に俺らは思ってるので、ない絶対チャンピオンになりたいと思います。優勝っていう形でやっぱ恩返ししたかったっていう思いがあって今日臨んでたんで、一日正直そこはやっぱり悔しいところですけど、結果は結果なんでしっかり噛み締めて次につなげていけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。悔しかったというか、まあ、本当言葉に出なかったですね。最初結果出た時は、はい、まあ本当シビアなリーグだなっていうのは、はい、まあ
知ってて臨んではいるんですけども、改めてその現実を突き刺さった感じでした。最終的に1秒差で負けたっていうのは、はい、本当に、まあ、真っ白になりましたけどね。でも本当にあのストンプやり終わった後、決勝戦をやり終わった後、行ったって俺は正直思いました。それぐらい手応えがあって、まあ、1票だったとしても負けたっていうのは受け入れつつ、負けてないと俺は思ってる。来年に向けて、次のシーズンに向けて頑張りたいなとは思ってます。はい、はい、まあ長かったようで短かったようで、もう 俺はもう生きてた中で一番濃かったですよね。濃かったし短かったなって感じですよ。本当にありがたい期間だったな。まあ皆さんも言いますけど、本当に2週間で1つの作品に戻るってことも大変だって、本当に前代未聞だと思うし、それだけじゃなくてオリジナル音源だったり衣装だったり全てやるってことも大変だっても、本当にダンサーがダンサーとしてやるべきことがやっとできてきてる時代になってきてるのかなと思いますので、各チームのキャラクターだったり個性が出てくればダンスシーンまた盛り上がっていきますし、 D リーグっていうものが目指される一つの指針になってくるのかなと思いますので、そういう未来の新しい一つの道になる大会になればなと思います。本当にたくさんの方々の支えと応援があって、まあ、本当にここまで来れたフルギョソレイザーズだと思うので、まあ、引き続き、自分たち新たなクランプを武器にしつつ可能性を模索して挑戦していくので、あの温かい目で見守っていただけたらなと思います。明らかにレイザーズは今回この D リーグの中で台風の目となって面白くしたかなと思ってます。そういう風に思ってもらえれる来季でありつつ、王者になれるようにさらに頑張っていきたいと思いますので、ぜひレイザーズチェック応援よろしくお願いします。お願いします。自分の意識の高さ、プロの意識の高さはだいぶ変わりましたね。全然違うんじゃないですか。Now take it to the right, sway with it, yeah. Shake it to the ground, drop down, my homies lead with me. Now do the dance, swag, hey, hit her with my doggy, hey. Doggy, doggy, make it clap, 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 doggy, doggy, make it clap, clap, clap. D O U G I E, turn it up and show my.今まで僕たちが10年間やってきた D里東京のスタイルっていうのをまっすぐにお客さんに、そして D リーグにぶつけるだけです。はい、頑張ります。決勝です。ここまで来れたこと本当にみんなのおかげでありがとうございます。私たちの絆は誰にも勝てない。このスタイルを、この家族、この愛を誰にも勝てない。自信しかない。マジかな。そしてリエは多分おそらくみんなと出会ってから初めて最後の動画向こうで動画が見たいので多分楽しみです。一緒に4人もいくよ。はい、楽しそう。マジ安心して。わがままなんで。はい。そうすると腐るのも必要ないんです。はい。はい。痛い。はい。今回のグループなので。迫力、そしてバイブスルー
本当に応援してくださってる方がたくさんいるんだなっていうのを本当に感じて、皆さんの応援が本当に僕たちのパワーにそのままつながって、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。チーム内の絆ももちろん深まったんですけど、こう他の D リーガーの皆さんともこう高め合いながらできたことが本当に濃い時間だったなと思って、半年間本当にあっという間でした。ロイヤルブラッツでも初めての優勝ですし、リアハタ東京っていうロイヤルブラッツになる前の私たちが10年一緒にいたチームでもう準優勝しかしたことなくて、ずっと銀だったので初めて金がもらえてチョコかと思った。本当に嬉しいです。なんか10年間の魂を突っ込んでみたいな感じで頑張ってきたので本当に嬉しいです。はい、本当にあっという間で、もう毎日みんなと練習して、大会ではみんなと高め合って、もう本当に最高な環境に入れたことに本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日のショーケースはもう本当に僕たちの10年間のこの絆とか愛を本当に見てくださる方々に伝えられただろうなと思っていて、本当にもう踊ってる時に周りにもうみんながいて、あもうやばいショーケースして、もう本当に D リーグ最高な形で終われたなっていう感じで、本当に最後にふさわしいショーだった。いや本当に最後にふさわしいショーでした。私は最後にふさわしい楽曲が作れたことがまずびっくりしてますし、本当に一人もリエさんの努力も一番近くで見てて、本当にありがとうございましたって感じです。本当に感謝しかない。みんなのテンションが一緒だったから、だからできたんだと思います。やっぱり真剣勝負なんで、お互いが全力尽くすことがやっぱり一番気持ちいいですし、そういうチームと戦いたいなと思ったので、この9チームが誰も手を抜いてないっていう、その中でも優勝できたのはもう本当に1年間自分を信じて仲間を信じてやってきてよかったなと思いました。もちろんその歌作ったり振り付けしたのは私ですけど、でもそのモチベーションを一緒に保ってくれたのはみんなだから、だから常にいい空気で一度も喧嘩せず、一度も問題がなく1年間終わりました。プライベートも一緒に運転したり一緒にご飯食べたりっていう、本当に家族なんで本当に楽しかったですね。 D リーグありがとう。ありがとうございました。本当にそしてこのシーズンの間ずっと一緒に戦ってくれたオーディエンスの皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。勝ったり負けたり一喜一憂したり一緒に共に過ごしてきて、本当にオーディエンス票あっての D リーグなので、これからもあなたの一票は本当に大事です。ぜひダンスを楽しんでオーディエンスに参加して D リーグを盛り上げていきましょう。本当に今シーズンありがとうございました。ありがとうございました。Love your D リーグ来シーズンもお楽しみに。最も多かったダンサーへ贈られる賞でございます。The Bones Bubble Dancer goes to Kosei Aegros Issei。 ありがとうございます。おめでとうございます。投票数とかも聞いてて、あ、こんなに投票してくれたんだっていうのがあって、もう本当に感謝の一言です。ありがとうございます。 MVP of the year presented by SoftBank MVP of the year goes to Kosei Aegros Issei。 MVP っていうことで一人を選ぶっていうのはもう元々一人でバトルしてた側からするとこう、 うずうずしてて、欲しい、取ってみたい、取ってみたい、 ありがとうってなったんで、もう本当に嬉しいです。また新しいいいスタート切れるように、今日の結果を踏まえてまた次の
つなげていきたい、いけたらなって思ってます。オーディエンスの皆様に最も愛されたチームに贈られるモーストバボチーム、モーストバボチーム Go to Enoki Royal Rats。 おめでとうございます。 Congratulations。本当にファンの皆さんの愛を毎回感じていて、で最終的にチームでも一番にパボをいただけて本当にびっくりしましたし、シーズン通してロイヤルブラッツのこうファンの強さは感じていたので、結果こういう風に受賞できたことがこう形になってとても嬉しいです。本当に皆さんのおかげで皆さんと一緒に撮ったと思ってます。ありがとうございました。ねえ嬉しいね。めっちゃ嬉しいです。最高です。モーストクリエイティブディレクタープレゼンテッドバイ第一生命は一体どのディレクターの手に渡るのでしょうか。 The most creative director goes to セプテニーラプターズアクリフゴー。こんなに嬉しいことはないですよね。やっぱり自分ができることを全てリーガーのみんなに、自分が輝く前にみんなを輝かせて、みんなが輝いた時に僕に光が当たるっていうのを意識してずっとやってきたので、それがなんかこう叶ったんだなっていうのが実感してて本当に心から嬉しいです。でも自分としてはやはりリーガーを1位にさせるということを、目標に掲げてやってたので、やっぱりそこの悔しさもあるので、次で必ずチャンピオンシップでセプテニーラプチャーズを優勝させたいっていう思いがなんかすごく強くなりました。はい。セカンドシーズンに新しく D リーグに加わるチームの初お披露目をしたいと思います。非常に過酷ですごいタフな戦いになると思うので、やはり成長しながら、上を目指したいなと思っているので、自分もその中で成長して、みんなを、ね、引っ張っていきたいなと思います。のBリーガーの皆さんのパフォーマンスはいろいろ見させていただいて、どんなことがあろうと僕らは僕らの色っていうものをしっかり出して、この11月に向かってもっともっとこの凝縮された時間を作っていきたいと思います。